それがエンターテイメント。こんにちは、ミュージカル映画紹介人のリキです。今日ご紹介するのは、これぞミュージカル映画の金字塔、1952年公開の映画雨に歌えば。陽気で楽しい、これぞアメリカ。どうぞお楽しみください。サイレント映画全盛の時代、映画スターの俳優ドンと女優リーナは、大スター同士の理想のカップルとして世間からもてはやされていました。しかし実際はリーナが一方的にドンに惚れているだけで、ドンに恋愛感情などみじんもなく、お仕事上のお付き合いという感じであった。ドンはパーティー会場へ向かう途中、自らを舞台女優だと名乗るキャシーと出会う。ドンは彼女を口説こうとしますが、キャシーはうぬぼれないでと映画俳優に対する数々の不満をドンにぶつけます。確信をつかれて落ち込みながらもパーティー会場へ向かうドン。なんとそこには先ほど批判をぶつけられたキャシーが踊り子としてパーティー会場にいた。先ほどの鬱憤もあり、キャシーに言い寄るドン。頭に来たキャシーはケーキをドンの顔面に投げつけるも、運悪くリーナの顔面に直撃。キャシーは慌てて帰宅する。翌日ドンはキャシーのことを探していたが、リーナがキャシーを解雇させたことを知り、ショックを受ける。ハリウッドには陶器映画の波が到来。映画会社は当時作りかけのフランス革命を題材としたサイレント映画を陶器化することに決定。それもあって再びキャシーと再会できたドン。二人はお互いに謝罪し、高まる気持ちを抑えられないドンはキャシーに愛の告白をする。トーキー映画制作に取り掛かるドンとリーナ。しかしトーキーのノウハウを知らないことに加え、一番の問題はリーナが致命的に歌も踊りも演技も下手であった。新作映画の試写会では史上最悪の映画だったと客にも呆きられ、散々な結果に終わってしまう。今回の映画が本公開してしまえば、俳優人生が崩壊してしまうと危機を感じたドンと、その親友コズモ、キャシーの3人は、今回の映画を古典からミュージカルに作り変えることを思いつく。あとはリーナの声をどうするかが問題だったが、コズモのアイデアでキャシーがセリフも歌も全てアフレコすることになった。こうして撮り直しは順調に進むが、吹き替えの事実を知ったリーナは、怒りと嫉妬から契約を盾に、キャシーを自分の吹き替え専門担当にして公に出れないようにしてしまいます。映画の完成披露試写会が開かれ、ドンとリーナの歌声は観客から喝采を受けます。すると調子に乗ったリーナは自らの声でスピーチをしてしまう。声が違うことを怪しんだ観客から、リーナ歌えよと生で歌うように迫られる。焦るリーナに対し、ドンはリーナを罠にはめる作戦を思いつく。まずリーナの背後でカーテンに隠れてキャシーが代わりに歌い、リーナには歌っているふりをさせる。そしてキャシーの歌声で雨に歌えばが披露されると、ドンたちはカーテンを開き、キャシーが吹き替えしているところを観客に見せてしまう。リーナはステージから逃げ出し、ドンは泣きながら劇場を去ろうとしていたキャシーを止めてもらう。そしてキャシーこそがこの映画の主役であるということを紹介し、観客は一斉に喝采の拍手をキャシーに浴びせるのであった。こうしてキャシーはスターの座を手に入れ、ドンとキャシーは結ばれる。めでたしめでたし。 I'm happy again.